女優の今田美桜が14日、都内で行われた GU 渋谷店オープニングイベントに出席。ドラマや CM にも多く出演している今田は、昨年を振り返り、たくさんのドラマに出させていただいて、2018年は本当に感謝の1年だなと思ってます。2019年はそれに感謝しながら、一つ一つお芝居を丁寧にやらせていただきたいなと、頑張りたいなと思いますと意気込んだ。この日は、春らしいピンクのトップスにロングスカートという装いで登場した今田は、ピンクというワントーンのコーディネートにしてみましたとにっこり。続けて、春の気になるアイテムについて、普段ピンクを着ないんですが、この春はピンクが気になってます。モノクロとかシンプルなものが多くて、あまりカラーのものは着ないので、カラーのものに挑戦できたらなと思ってますと新たな服装に挑戦する意欲も見せた。先日最終回を迎えた日本テレビ系連続ドラマ3年 A 組から今から皆さんは人質ですに出演していた今田。今月5日に22歳を迎え、現場で共演者から誕生日を祝ってもらったそうで、生徒の皆さんとスタッフの皆さんが歌を歌ってくださって、永野芽郁ちゃんがケーキを持ってくれてという素敵な誕生日をお祝いしてもらいましたと、仲の良い撮影現場を紹介した。また、この日はお笑いコンビアジアンの馬場氏も出席。これからの春に向けての目標を聞かれ、こちらの店でも XL のサイズがあって、私でも着れるサイズを展開してくださってる。いろいろなファッションを挑戦してみたいなと思います。XL からできれば、L サイズにサイズダウンできればいいかなって思ってますと、可愛らしい願望も語っていた。明日オープンする、同店舗は、デジタルサイネージや GU 公式アプリを使って便利に商品や在庫の情報を収集しながら買い物を楽しめる。デジタルとリアルを融合した失敗しない買い物体験を提供する店舗となっている。また自身のオリジナル 3D アバターを作成し、 GU のアイテムと合わせて様々なコーディネートを楽しめるデジタルサイネージ GU スタイルクリエイタースタンドを実売店舗で初めて導入する。